キャットリベリオよ、わらわの息子ジュニアはまだ見つからぬのかい？は、申し訳ありませんね。ですがウェディどもの仕業に決まってます。あやつらの町の周りを探らせてますが、なかなか尻尾をつかめませんで。むむ、何者にゃ貴様は。ここがこの猫島を治める女王キャットマンマー様のお部屋としての牢石か。マンマー様は今ご子息を失って大いに心を痛めておられる。お慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。むむ、貴様らウェディの連中か。勝ち込みなら帰り討ちにしてやるにゃ。慌てんなよ豚猫、俺たちは届け物に来ただけさ。豚猫だと？貴様ら、俺の剣のサビにしてやるにゃ。待つがよい、キャットリベリオ。はっ、キャットマンマ様。しかし、こやつらは。待てと言った。はは。そなたたち、何用でここに来たのかい？俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。おい、あのチビ猫をこのデカ猫に見せてやれよ。その愛らしさ、見まごうはずもない。まさにわらわの息子ジュニア。よくぞよくぞ生きていてくれた。さあ、ジュニアを我が元に返してやれよ。ちょっと待ったにゃ。貴様ら、なんてことをしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気か。計画とな。しまったにゃ。あい、バレちまったら仕方ない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。計画ってのはな、まずはあんたのジュニアを海に流して亡き者とすることにゃ。そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座はめでたくこの俺様に回ってくるのにゃ。リベリオ、そなた何ということを。その計画を貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ。とりあえずはあの豚猫から、チビ猫とこのガキを守る。お前も手を貸せ、ソーミャ。豚猫って言うにゃ。ちまつみにあげて
貴様のようなやつにこの俺様が負けるとは。こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。筋が通ってねえな。猫を殺しちゃいけねえってな。死んだじいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。